ただいま。おかえり。今日も遅かったね。電車遅延してさ、めっちゃ混んでた。疲れた。お疲れ様。仕事はどうだった？宮本の野郎、今日も京都でセクハラ祭りだよ。そいつの名前よく聞くね。ちょん切っちゃおうよ。女だから仕事できないと思って舐めてんの。ふざけんじゃないわよ。お前の尻拭いもしてやってるから仕事が進まないんじゃ、バカ野郎。体触らなければセクハラじゃないとでも思ってんの？お前もジジイどもと一緒だよ。ああもういいや、ビール飲んじゃおう。最近体重気にしてなかったっけ？昨日も飲んでたじゃん。飲むんだったらせめて焼酎とかウイスキー。だってもう飲んでるし。仕事終わりの酒は最高ね。飲まなきゃやってらんないっての。そんな一気に飲むと体に悪いよ。この間テレビでやってたよ。お酒弱い人は最初の一口から3分空けて。って2本目飲んでるし。明日も仕事でしょ。明日仕事行きたくないな。休んじゃおっかな。辛いのはわかるけどダメだって。やだ、仕事したくない、やめたい。ああもういい歳して何言ってんの。結婚資金貯めるんでしょ。どうしたの？ねえ。何？今日ね、振られちゃった。え、だって結婚まで考えてたんだよね。なんかね、他にいるの、女が。それに気づいちゃって、今日仕事終わりに会って問い詰めたら別れようって。だから今日変な時間に帰ってきたんだね。今日は話してそのまま別れてきたから。ああ、あいつが泊まりに来たのはあの時が最後か。あいつ僕のこと撫でたよな。他の女を抱いた手で汚らわしい。あっけないね。この5年間何だったんだろう。私何が悪かったんだろうね。なんで振られちゃったんだろうね。美咲は悪くないよ。どう考えたってあいつが悪いよ。結婚の話までしていたのに他の女を作るあいつが悪いよ。よし、社会的に消してやろう。ねえ、聞いてる？聞いてるよ。私にはあんたしかいなくなっちゃったのに、あんたは自由気ままでいいよね。私ばっかり辛くてしんどい。そんなことないよ。僕だっていつも美咲が心配で仕方がないよ。帰りが遅かったら何かあったのかなって思うし、泣いてても慰めてあげることすらできない自分がもどかしくて嫌になるよ。このまま一緒に逃げちゃおっか。僕はそれでも構わないよ。美咲といられるならどこへでも一緒に行くよ。お願い、聞いてよ。聞いてるんだよ。返事してるんだよ。はあ、私猫にも相手されないのか。一方的に話しかけちゃってバカみたい。ねえ、服着たままお風呂場に行ってどうしたの？ああ、頭洗うのかな。それだったらせめて上は脱いだ方がいいんじゃない？濡れちゃうよ。何も取り柄のない私だったけど、人並みの幸せを得られるんだと期待しちゃったんだ。思い残すことは何もないな。美咲、何してるの？痛くない。ねえ、そんなことしたら死んじゃうよ。美咲、美咲、やめて、やめてってば。お願い、僕を一人にしないでよ。美咲の真っ赤な血は
あっという間に排水口に吸い込まれていく。猫である僕には意識のない岬の周りで泣くことしかできず、止める術などない。せめて最後にできる精一杯で、冷たくなった岬の傍らにひたすら寄り添った。今までしてあげられなかった分まで精一杯愛情を込めて。何も食べないまま、どのくらいの時間が経過したのだろう。僕の意識が途切れる間際、美咲の遺体は発見された。ああ、美咲、美咲。最後に僕の名前をもう一度呼んで欲しかったな。美咲。僕、すぐに同じところへ行くからね。待っててね。僕の意識はそこで途切れた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。